私も個性あふれる作品が集結しました。映画祭の来場者をおもてなしします。その活動の様子は一般公開オーディションとしてネット公開し、ネットユーザーによるツイッター投票を行い、映画祭の特別審査員の選考結果を総合してグランプリ1名を選出します。クヘソンさん、クヘソンさんと同じこう舞台に立てるということは本当に不思議ですね。では、クンさんちのそのも感謝드립니다。ね、ありがとうございます。日本と韓国をつないで素敵なプロジェクトがこれから動き出そうとしているわけなんですが、アンソンギさんです、どうぞ。아시아나국제단편영화제집행위원장자격으로참가를했습니다。まあこういうようなことを日本と韓国お互いに交流を進めながらやっていければと。観光とそれから映像の力、魅力、まあそれからショートフィルムというものの可能性についてもお伺いしていきたいと思います。業務用のビデオカメラとかよりも軽いですよ。まあ、今回、EOS ムービーとビデオカメラということで、
撮影クルーとアメリカの撮影のクルーっていうのはちょっと違って、ちょっと違いがありまして。これだけ書かれたらそれを真似するしかないですよね、撮る方としては、時間もないし、おばあの部屋片付けてたらこんなのが出てきたの。これっておばあ浮気してたってこと？竹富島という島が持っている魅力をふんだんに、海の風景で、本当にちょっとずつ切り取ってますので、興味のきっかけになるような形で。映像作家が音楽からインスパイアされて作るという、そういった部門になります。ショートムービーっていかにこう自分のですね、思いを反映させるか。最高の純愛を2つしていただいたので、私たちの進化と変化の、今年の大きな試みはショートフィルムを iPhone のアプリとして販売していこうという、こういったプロジェクト。